オクトパストラベラー。 笨笨 ，Kelly 固有行动援助，我要从谁开始？人设的话，我会比较喜欢神官。航海杂工，这三哥游戏音效有点大，我们调低的说。 很难取悦呢，各位朋友。珍珠茶红拿铁，黑刺儿，这。 从谁开始？好像其实没什么差别。果然还是玩个战斗型的女角，累的。神官，女角是商人、舞娘、神官跟猎人。18岁女性，你是一名商人。 在面对中央海的寇斯特兰多地区港口城市中，双肩经营的杂货店工作。你总是凝视着大海思考，自己想做的是什么，真正想要的又是什么？
在地平线的另一端到底有些什么呢？某天一艘穿船出现在你的面前。Virgin。有没有谁拿枪的？某啊，随便吧。帕卡倩，感谢。我们神官姐姐好了，可爱。确定要以欧菲利亚展开故事吗？聖火の加護と祝福のあらんこと。超级猫奴，感谢。嗨，どうぞ入って。今日の良き日に聖火のお導きがありますように。今日の良き日に聖火のお導きがありますように。普通の朝の挨拶なのにいつもと違う感じがしますね。出発の日が近いからかな。ちょっと緊張しているのかも。リオナ？大丈夫。私のことは心配しないで。ちゃんと儀式を成し遂げるから。20年前、父様も儀式をやり遂げたわ。娘の私が失敗するわけにはいかないもの。リアナは本当にすごいですね。え？ヨーセフ大司教様の娘としてずっと周囲から期待されています。この前の信徒の皆さんへの講話も堂々としたものでしたし、今回の儀式だって一人で立派に果たそうとしています。そんなことはないわ。みんなのおかげよ。講話だってその内容をオフィリアが一緒に考えてくれたからできたことだし。あなたの力に慣れているなら嬉しいです。ありがとうリアナ。さあオフィリア、礼拝堂に行きましょう。新手教学，用探测器确认下个目的地。透过画面右下角显示的探测器，可确认目的地和地图的出入口。马吉，感谢。宝呢？十三柱神创造了世界，他们创造了居住在世界上的植物与动物，以及大地的主人人类。然而，加尔代拉神想夺取这片大地，开始与其他诸神对抗。加尔代拉是掌管魔之力的神士，其他的十二柱神陷入了苦战。而让这场激烈的战争结束的是掌管神圣力量的神士艾尔弗林克。艾尔弗林克利用从天上带来的星之火，使加尔代拉的力量变弱，将其封印在十字国。这火焰对魔来说正是圣火，照亮奥鲁斯特拉大地的圣火。
二人ともここにいたのか。ヨーセフ大司教様。父様、何か用事？いやいや、気にせんでくれ。そのままお勤めを進めなさい。はい、わかりました。しかし、二人とも大きくなったな。オフィーリア、君が私のところに来てからもうすぐ15年になります。15年か、大きくなるわけだ。孤児だった私を引き取って育ててくださった大司教様のおかげです。本当に感謝しています。改まる必要はない。これも聖なる火のお導きだ。オフィリア、私も父様もあなたの家族よ。家族が一緒に過ごしてきただけなのに感謝するなんておかしいでしょ。ディアナ、そうね、そうでしたね。父様だって教会では大司教様だけど、家ではのんきなおじさんですもの。のんきなおじさんとはって厳しいな。お勤めが忙しいのはわかるけど、家のことは全然やらないんだもの。少しは手伝ってほしいわ。やれやれ、こいつはかなわん。聖歌教会の大司教様も娘の前では肩なしですね。まったくだ。さて、リアナ、原初の洞窟へ行く準備は整ったのかな？はい、もちろんです。洞窟の最奥にある原初の炎、その炎から授かりし種火を携え、各地の教会の聖火をめぐる。それが20年に一度行われる式年奉火の儀式だ。町から一歩外に出れば、そこには無法者や魔物が待ち受けている。各地の教会を巡る旅は危険を伴うものとなるだろう。だが、お前ならやり遂げられる。皆もお前に期待しているぞ。はい、父様。私もその期待に応えたく思います。20年前に父様が式年奉火の儀式をやり遂げたように。父様、大丈夫ですか、大司教様？いや、心配ない。私もそろそろ年かな。そんな弱気なことをおっしゃらないでください。大司教様から教えていただきたいことはまだまだたくさんあるのですから。そうです、父様。オフィリアの言う通りです。今日はお勤めを休んで、ゆっくり体調を整えてください。教皇聖火には、私たちからお伝えしておきますから。では、二人の言葉に甘えるとしよう。今日の礼拝の準備は任せたよ。はい、大司教様。じゃあ、私は父様を部屋までお連れするわ。はい、リアナ、こちらは任せてください。
非主要剧情。あの。おい、シナポー。安心して。噗噗噗，哎，怎么突然间蹦出了这么多人？新手教学地图指令，八名主角各自用不同的特殊指令，用以解决难关。试着在城里的人面前按下 Y 键，可以透过引导带着城里的人们同行。聖火の加護と祝福のあらんこと。ええ。可进行引导等级15，等级不足无法引导此人。哎，啊，这个是不可对话的对象。そうですな。メイヤンシェイ。お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 願いです。ありがとうございます。人又都不见了。もはい。はじめまして。あの。お。お。レオニア三会的马提亚斯。ありがとうございます。いえいえ。蓝色的红茶耳机。大変です。はい。そんな。いえいえ。大司教様の具合は？
今は安静が必要です。どうかお騒ぎにならないよう。はい。リアナ。はい。式年砲火を、聖火を。儀式は必ず成功させます。ですから、父様はご安心ください。そうか。父様、父様。ご安心ください。お眠りになっただけです。リアナ。リアナ様、大丈夫ですか？私は大丈夫です。少し外の風に当たってきます。リアナ。リアナ、気丈に振る舞っていたけれど心配だわ。様子を見に行きましょう。不给引导。大冰冻魔法。冰冻魔法好像蛮屌。HP 回复的葡萄一个。我要按住 B 可以跑步。HP 屌语。これはこれは。これはこれは。防御力提升，还是大冰冻魔法比较秋。圣职者的哲学。嗨。横扫。给宝啊。引起龙卷风，怎么好像也是蛮屌的。リアナ、大丈夫？オフィリア。リアナ。どうしよう。オフィリア。父様が。父
うと心配で心配で胸が張り裂けそう。でも私が取り乱してしまったらみんなを失望させてしまうから、もうすぐ式年放火の儀式に旅立たなければいけないのに、あんな状態の父様を置いていくんだって。落ち着いてディアナね。オフィリア、已经是十五年前的事了。那时候我因为战祸而失去了家人，变成孤零零的一个人。来到大主教家之后的几天，我都一直关在房间里。把我带离开房间的就是莉安娜。ねえ、オフィリア、ずっと外に出ないでいいの？あともう少しだから。はい、ここだよ。ここは私が一番好きな場所だから、オフィリアも好きになってくれるといいなって。よろしくね。うん、ありがとうディアナ。どういたしまして。それにね、那时候的我一直认为自己是不幸，
可是因为莉安娜带我走出了房间，所以我才因此重新振作起来。ごめんなさい。はい。やりましょう。やりましょう。为了以防万一，记得时常储存这个纪念杯是比较汽水猫，感谢。Hi, why Frank? Hi, sweet Frank.堪宁呀，都睡眠药，五巨剑，巨剑精神剑，蓝弓杀手弓，没钱，还有我2500。危险度 level one。行きます。新手教学战斗的重点一：突击弱点。突击弱点使战斗中有利局面，透过突刺攻击敌人的弱点，消减敌人的防御点数。只要防御点数归零，就会进入破防状态。奥菲利亚能灵活运用杖战斗和光属性，可以用神官技能的圣光发动光属性攻击。如果也装备了其他武器，可以用方向键切换战斗的武器。負けません。击破要害。暗动的重点二：征服。利用征服提升威力，破防状态的敌人防御力大幅下降。试着按 R 键征服看看，可以使战斗和技能的威力大幅提升。征服必要的 BP 每一回合累积一点，消耗累积的 BP 征服最多到达到三阶段可提升威力，但请注意使用征服的下个回合不会累积 BP。行きましょう。それでは。やばっ。頑張ります。ああ。それでは。負けません。過去に感謝します。戦闘結果。終於開打啦。モーリーセブン行きます。頑張ります。行きましょう。それ。負けません。光。聖火の加護に感謝します。
获得了600颗，升级加血。又是一个记录点。やむを得ません。それでは。行きましょう。光。戦いはやはり苦手です。哪里空的？行きます。行きましょう。負けません。光。少しは成長できたでしょうか。これが円出洞穴。どうも。ええ。はい。連環斬聖火騎士。祈祷，还好，我靠，我的大冰豆魔法。聖火の五加護。頑張ります。待って。光。戦いはやはり苦手です。SP 回復的礼物，柳生龙虾，感谢。それでは。少しは成長できたでしょうか。神秘之花。暗之精灵石。やむを得ません。行きましょう。少しは成長できたでしょうか。谁在盯着我看？妈的逼！やむを得ません。負けます。少しは成長できたでしょうか。这一批职业点数增加，可由主线卷当中学习新的技能了。看了宝可梦剑盾的新系统，好想被沙奈朵巨大化踩在脚下。射钉。好，学会新的技能变得更加强大。守护轻杀赋予我方单体二回合属性上属防上升的效果，对敌方全体造成光属性伤害。大回复魔法给予我方全体大量回复 HP 的效果。反射轻杀，反射属性攻击的效果为止。复活魔法使我方全体复活。
贵啊！学习四个技能后就会解锁辅助技能，所以你要先决定一下顺序。绳，我比较想知道原本就很巨大的宝可梦集聚化的话会怎样。没错，就会缩小。神官臭屁哦！神官臭屁哦！行きましょう。七进七出，感觉。負けません。太简单了。これが。
谢谢吃麦克鸡块。GH 莉亚娜奥菲利亚尾鱼夹一下这実は XC 这父様大司教様すまないあの…なんだね。お願いです。オフィリア？オフィリア。はい。ああ。オフィリア。リアナ。でも、大きな怪我はしていないようだね。はい。ろくな準備もせずに洞窟に行ったのだろう。まったく無茶をしおって。申し訳ございません。オフィリア、お前は本当に優しい子だね。大司教様、原初の洞窟に行ったのは私とリアナのためだろう。お前が儀式を行うようになったことは私から教皇陛下にお伝えしておこう。その心構えと手順はリアナに聞くように。時間は少ないがお前なら大丈夫だろう。大司教様、お前の優しさは聖火のようだ。そして本当に温かい。大司教様、私は…オフィリア、私は君を引き取るときにある夢を見たのだ。夢ですか？ああ、君が聖火を携えてやってくる夢だ。今思えば、あれは予言だったのだな。リアナは本当によくできた娘だ。大司教の娘として期待に応え続けてきた。だが、その期待に応えようと無理をしてしまうところがよくある。リアナには言っていないが、私はおそらくもう長くはない。大司教様。いや、自分の体のことだ。誰よりもよくわかっている。大司教様、これからもリアナと二人仲良くな。お前たちはどちらも私の自慢の娘だ。大司教様、いいえ、
ありがとう、オフィリア。死去。それじゃあリアナ、行ってきます。オフィリアも気をつけて。今日は父様の具合も良かったみたい。自分もオフィリアを見送るんだってずっと聞かないんですもの。だいぶ元気になられましたね。私、オフィリアに謝らなければいけない。リアナ？オフィリアが儀式に行くと言ったとき、一瞬ほっとしてしまった。これで父様のそばにいられるって。私のために危険を冒したのに。オフィリア、ごめんなさい。気にしないで。私こそ勝手をしてごめんなさい。今ならオフィリアの優しさがよくわかる。他の誰でもなく、あなたが変わってくれた。こんなに嬉しいことはないわ。ありがとう、リアナ。セントブリッジ、ゴールドショア、そして最後にここフレイムグレイス、それぞれの町の聖火に注ぎ火を行うのが式年奉火の儀式ですね。長い旅になるかもしれないけど、何かあればすぐに助けに戻りますから。ありがとう。オフィリアも気をつけて。まずはリバーランド地方にあるセントブリッジの町ですね。では行ってきます。聖火のお導きがありますように。聖火のお導きがありますように。于是欧菲利亚神官踏上了旅途。二十年一次的四年奉火仪式，为了心爱的家人，他一定要完成这个任务。前方有什么样的命运在等待他呢？目前没有任何人知道。进入第二章之前，另外还有七个伙伴们在等着与你相遇。首先前往伙伴们所在的城市，将他们加入队伍吧。只要人数增加，战略也会丰富起来。これ。あら。九战，こんにちは。メルス、在大陆之中，有许多正在烦恼的人，风不绝人，且形形色色的人们所抱持的烦恼，透过地图指令的力量解决。思考一下，看看该怎么解决吧。其中有解决方法不止一种。支线故事：圣火骑士迈尔斯。都无法引导。都。嗯。看。告别。扫射，扫射好像比较chill哦。谁？
あの HP 回復的葡萄呢？いいだろう。サキボー。クリス。旅行青年结束，1500块。行きます。負けません。それで立ってきてください。それ聖火の加護に感謝します。パッパラパパッパラパ復活的橄欖。行きます。負けません。やばっや。行きましょう。光。頑張ります。あ、では、行きます。光。少しは成長できたでしょうか。北方平原，我想说这边这条路要怎么要是干嘛的？走过来一看，已经到了北方平原。复活的橄榄大。やむを得ません。呱呱。行きましょう。それでは。傷を癒します。靠，要按错了，按到保血啦。控肉それでは光負けません。光行きます。では行きます。それ少しは成長できたでしょうか。聖火のご加護。蚂蚁。負けません。聖火の光、輝きたまえ。やん。それでは。Monster 这，Game over！ 哇，两只大蚂蚁，只有一。やむを得ません。それでは。頑張ります。それ。少しは成長できたでしょうか。回复的旅子，这
这个是什么？这也是一个王国。王国门口有一只猪啊！行きましょう。行きましょう。棒的龟龟，感谢。負けます。戦いはやはり苦手です。阿特拉斯达姆。呀。呀。HP 回复的葡萄大。有。学者，哦，这边是学者，项目手段8000元，不怕，我有的是钱，只是还没赚到而已。